特撮番組には欠かせない悪の組織、宇宙刑事シリーズの幕、窓、風魔のように強大な敵組織を1年間かけて最終回までにヒーローが倒すのがヒーロー番組の定番ですが、番組の途中で最初の敵組織が倒れ、新たな敵が登場するパターンもありました。今回は途中で敵が変わった特撮作品を紹介していこうと思います。戦国時代を舞台に飛騨一族の3人の忍者、赤影、白影、青影の活躍を描いた特撮の忍者ヒーローものの代表格、仮面の忍者赤影。赤影は4部構成になっており、第1部は甲賀玄要塞率いる新興宗教金目教、第2部は謎の忍者集団万字党、第3部は暗闇鬼道率いるネボロ忍軍、第4部は魔風イカズチ丸が率いる怪忍者集団魔風忍軍の4つの集団が登場しました。現在も続く仮面ライダーシリーズの礎、本郷猛が変身する仮面ライダー1号と一文字隼人の2号の活躍を描いた作品。最初の敵はショッカー首領率いる国際的秘密組織ショッカー、第80話から暗黒組織ゲルダム団とショッカーが合併した新組織ゲルショッカーが登場しました。ショッカー首領はゲルショッカー首領と名前を変えて引き続き登場しました。国家警備機構のエージェントたちが破壊活動を目的とする巨大ロボットに立ち向かう。アイアンキングに登場した最初の敵は棟梁白縫太郎を首領とする白縫一族でした。白縫族の壊滅後、幻の月光を通すとする幻12人衆で構成された独立原野党が登場しました。独立原野党壊滅後に登場したタイタニアンは地球を植民地にするためにやってきた侵略者で、タイタニアン1号をリーダーとする7人組の異星人のグループでした。サナギマンから稲妻へ、大学生の渡り五郎が2段変身する蝶をモチーフにしたヒーロー。稲妻の敵は帝王バンバが率いる悪の超能力者集団新人類帝国ファントム軍団でしたが、終盤にガイゼル総統を首領とするデスパー軍団が登場し、ファントム軍団にクーデターを仕掛け、敵同士が争う展開になりました。稲妻の続編の稲妻 F では稲妻とデスパー軍団の対決が描かれました。科学秘密特捜隊 SSI に所属する紅剣が兄のロボット工学者紅剣一郎博士が開発した巨大ロボットレッドバロンを操縦し巨悪に立ち向かう。最初は科学者のデビラー博士を総統とする悪の組織鉄面塔と対決したレッドバロン、第23話から鉄面塔の上部組織でギラス級を総統とするロボット軍団宇宙鉄面塔が登場しました。秘密刑事ダイモン豊と彼が操縦するロボットデンジン・ザ・ボーガーのコンビが活躍する作品。最初は悪の宮博士が率いるシグマ団が登場。39話に突如悪魔ハットが現れ悪の宮博士に重傷を負わせる。シグマ団壊滅後、40話からタイトルがデンジン・ザ・ボーガー対恐竜軍団シリーズとなり、魔人三つ首を首領とする恐竜軍団とダイモンたちの戦いが描かれました。キカイダーの兄、太陽電池のエネルギーで活動するアンドロイド、キカイダー01。01は最初、ハカイダーをリーダーとする4人のハカイダーで編成されたハカイダー部隊と戦いましたが、第8話に世界大犯罪組織シャドウの幹部、シャドウナイトが登場。ハカイダー部隊壊滅後、ビッグシャドウを大首領とする世界大犯罪組織シャドウが本格的に始動し、01に立ち向かいました。南米アマゾンの奥地で育ち日本に帰国して様々な怪人と戦った6人目の仮面ライダー、仮面ライダーアマゾン。最初は10面機ゴルゴス率いる秘密結社ゲドンが登場しました。ゲドンが壊滅した後、ゼロ大帝を支配者とするガランダー帝国が獣人と戦闘員の黒獣者を率いてアマゾンと戦いました。ジョーシゲルが変身する仮面ライダーストロンガーと三崎ゆり子が変身する電波人間タックル、2人の戦いを描いた第1期昭和仮面ライダーシリーズ最終作。最初は肉体を乗っ取る海中サタン中を駆使して全人類を支配しようとする秘密結社ブラックサタンが登場。ブラックサタン壊滅後、ジェネラルシャドウが魔の国から呼び寄せた魔人たちで構成した新組織デルザー軍団がストロンガーたちを追い詰めました。主人公の姿影尾の影から分身する影のヒーロー影スター、同じく風村鈴子の影から分身するベルスターをパートナーに、当初は様々な犯罪者と対決しました。
第13話からドクターサタンを首領とする暗黒組織サタン帝国が登場し、数々の怪人を使ってカゲスターたちと対決しました。天道無人が組織した7人のメンバーで編成された忍者キャプター、最初は風魔烈風率いる風魔忍軍と戦いました。風魔忍軍の壊滅後、暗闇忍道を首領とする甲賀忍軍が登場しました。ちなみに風魔烈風と暗闇忍道は共に特撮作品で様々な敵役を演じた堀田真三さんが演じました。大学の卒業論文を書くために IB 星から地球にやってきたニック。地球では高瀬健を名乗り、相棒のボールボーイと共に地球を守るマシンマン。最初はプロフェッサー K が結成した犯罪組織テンタクルと対決しました。マシンマンとの戦いに敗れ、スペインに旅立ったプロフェッサー K の後を継いで、 K の姪のレディー M を首領とするオクトパスが登場しました。天使をモチーフにしたスーパー戦隊シリーズ第34作の天総戦隊ボセイジャー。最初は惑星のモンストレイクを首領とする宇宙逆滅軍団ウォースターと戦いました。ウォースター壊滅後、ブログのマクイーンとビッグフットのキングゴンの2人をボスとする地球義国集団ユーマジューが登場しました。ユーマジューが撃破された後、皇帝の天才のロボボーグ率いる機械業ウ帝国マトリンティスが登場しました。戦隊シリーズでは珍しい3つの組織と戦ったボセイジャーでした。